ウーポンは他の普通のテクニックとは違います。で、何が違うかっていうと、クラッチとアクセルの使い方なんやけどね。普通どんなバイクでもほとんどそうやと思うんだけど、クラッチがつながってる時にアクセル開けるっていうのが普通ですよね。で、このウーポンっていうテクニックは逆なんですよ。クラッチを切ってる時にアクセルを開けて、つなぐ時に戻す、この左右逆の動きをしないといけないっていうのは非常に難しいんですよね。で、さっき例えば国際 B 級クラスとかでもよくありがちなミスっていうのが、クラッチとアクセルをつなぐのとアクセルを開けるのを同時にやって、まあ、それでもちょっと浮くんですよね。で、それでウーポンができたってなってる人が多いんですけど、それは正式ではないです。まあ、ちょっとね、このアクセルを使って、まあ、平らなところでもいいんで、こういうのをこういうイメージ。こういうイメージ。で、さっき言った失敗例っていうのはこうですわ。こういうことだ。音のちょっと間違いがね。こんな感じ。この差。まあちょっと今滑るんで、ちょっと、ここで取ってやる。まあこういう雨状態で、でも分かりやすいように回転しっかり上げてるんやけど、あ、これおってこもった音するのは半クラでやってるんですよね。まあ、ちょっとね、そこまでいっぺんにいろいろ言うとややこしいんで、で、まあ、これやるときのコツはね、アンダーガードかけてるとね、ちょっと難しいんで、ちょっとね、アンダーガードから10センチほど下げとく。だからちょっと前行く力が必要で、この状態で、まあ、乗って回転を上げたら、で、このアクセルワークを覚えたらもうできたようなもんです。どうするかっていうと、ここで乗っける。これだけです。まあ、いろいろ難しいこと言うといろいろ出てきたんだけど。真逆の動きを取り入れてやってるんですよね。要はブレーキをするっていうのは止める動きじゃないですか。それを上へ上げる力に変えるってことなんです。要は進みたいんやけどブレーキ使って差を縮めて、でクラッチも切ってる時に出力を上げてつなぐっていう、そのこう普段は前に進むための動作なんやけど、それ止めるための動作なんやけど、それを真逆に使っていくっていうやり方をしてるんですね。だから難しいんですよ。だから要はイメージとしてこう繋いだ時にこう走るっていうのと、アクセル開けた時にこう上げるってやっぱり脳の中にあるんで、それを切ってんのに上げて、で繋いでんのに戻すっていう、そのね、そこがみんなやっぱりこう分かってても頭で理解してもこうできひんところの原因なんですよね。ちゃんと転がっていってますよね。そうで、戻してから繋いでって、ウーポンも種類がまあいろいろあって、まあ、それもついでやしやっとこうか。まあ一番オーソドックスなウーポンがリアタイヤ走らせるやつね。さっきやった走らせる、さっきやったのを刺して飛ぶってね。これはこれ、ああ、ちょっとこれ低すぎてやりにくいけど、まあ、パイン入れて、あ、こういうパッドのことは実はこれ一番固定的な、その前のバージョン、僕らが今の中学か高校ぐらいの時から富山原というのがやってたんで、これが一番最初なんです。この状態で一瞬バックして、一瞬バックしてその勢いからウーポンするみたいな、これが一番最初ですわ。なん
でまあこう一応ね歴史的な順番でこうあるんですよね、いろいろ。もう一個だけあったわ、あのニュー、ごめんなさいね、あのニュー二度ぶかしっていうのがあって、これがねよくね二度ぶかしとごっちゃになってるやつなんやけど、要はフロントを置いてからクラッチ切ってアクセル開けて回転上がったところでポコンっていく技なんやけど、今さっきやったねアンダーガードかけた状態からやんのと一緒で、こうやってフロントを上げないウーポンみたいなね、ちょっと岡田さんごめんなさい、この技はねめちゃくちゃよく使える技なんですよ。なんでかっていうとね、こういうパターンから入ってきた時に苦しいじゃないですか。でその時に乗っける、技のバリエーションっていうのはこうやって増やしていくもんなんで。あれでも今のと一番最初やったスタンダードなウーポンってどうちゃうんですか？え、ニュー二度ぶかし？ニュー今やったやつと、はい、一番最初にやった一緒なんやけど、当てるときにこっちから入れてパーンって滑らしてるんですよ、言ったらリアをそっちに。やり方的には一緒、一緒、ほぼ一緒で、ちょっとひね、あのバイク寝かしてるんですね。寝かすことによってこう滑り、あのスライドさせる動きつけてパーンってエアバーに持ち込んで、ちょっとしもじもにはちょっとまあまあ違いの説明やから。いやだから要はでもそのウーポンとかダニエルも全部そうなんやけど、その今現在新しいテクニック的なやつっていうのが全部このなんていうかな、切った時に開けてつなぐのの、例えば小規模なんか、要はそのわってやるダニエルなんかはそれをちっちゃくやってるんだね、要は。ダニエルも同じような、一緒だから、こうじゃなくてちょっと一瞬溜めてるよね、軽く。その半クラの時間とかの加減は違うんだけど、でもやってることの内容っていうのはそういうことなんです。まあもうとりあえず平地でそのあれやった方がいいですね、感覚は。まあ、あのね、逆にこういうのがある方がワンってやった時にこう引っかかってくれるんで、あ、できてるかできてるかっていうか、あの安全なんですよね、あのこうパンってまくれることもないんで。あ、だからちょっとした丸太とかこれぐらいの、あのまあまあ 3,40 センチぐらいの高さで、あの練習するっていうのがいいです。だからあの僕が動画ではちょっと説明してたのが、あの足ついてやるとかでもいいんですよ。とりあえずその切った時に回転を上げる、で回転上がったやつをつなぎながらその戻すっていう、この動作だけまず覚えるっていうのが、まずはウーポンの第一歩やね。戻しながらつなげる、そうなんですよ。戻してからつなげたらあかん、ね、あ、ダメです。まだの余力残ってる時に、そう、その辺はもうねフィーリングの世界なんで、でそれをどうやって覚えていくかと、僕らがやってる音を聞いて、エンジンの音よく聞いてください、自分のエンジンの音。もし自分のバイクでやってほしいっていう人いたら僕やりますよ。誰かいます？あ、やってます、はいはいはい、ほんとちょっと待って、順番に、じゃあ早川さんのやろうか。このセッティング、このセッティングね、まあ確かにクラッチこう力使う、軽くなるんですよ、あの握るのがね。その代わり外握ってるんで、めっちゃこの大振りになってしまうよね。だから極力ここを握れるようにセットすべき。重たくて疲れるけどね、これをやりたいんやったら。でもさっき僕が言った通り NB ぐらいまでやったらそんなにクラッチって多用しないんで、まあ別にこれでもいいと思います。ただウーポン系のテクニックやろうと思ったらね、やっぱりねセッティングも大事になってくるんですよ。もうガスガスなんか勝手にパンパン浮いてくるようなセッティングなんで、あの吸う時もね